すぐいいな。それは俺が運んでやる。 ジャンブ、ポアルアフレイ、俺から行く。
まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードレッド。その程度だ。肩慣らしていくか。よし、俺様に任せる。イサッペッペ。ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードレッド。クラクラするぞ。何が起きても。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。肩慣らしていくか。準備 OK だ。俺様に任せとけ。全力で行きますよ。行きますよ。みんなで力を合わせるんだ。私の番だよ。私にを引かねえな。そこまで。楽しみに。こちらで会ってます？うん、大丈夫。このまま進んで。カディオ、無事だといいけど。心配すんな。あいつは強いから、きっと大丈夫だぞ。よし。この先どうする、ルフィ？アオ！はっ！どこから出てきやがった？あいつ、な？融通の効かなそうな面構えだな。ど？仕方ねえ。フランキーは橋を。先手を打たせていただきます。よし、交代だ。ホームポイント、確保。エルフ、俺が。
いや、フォース。ゴムゴムの。キングコンテナー。準備 OK だ。三刀流、黒杖、大竜。あら、なんだか。面白い。さて、行くわよ。ミルフルーギガンテスコマーのストンプ。やるな。あなたたちの相手は私。そこまで行くわ。仲間の力いけるか。このガラ力が戻ってきた。こっちはもう大丈夫だ。いつでもよし。アディオさんはどうやって向こうに渡ったんでしょうか。アディオは小舟を隠してたから。よほほほ、それはそれは。いやー、用意周到ですね。このまま進めばいいんだな。ええ、天行の塔はこの先よ。いるってのか。行けばわかるだろう。そうだな。よし、行こう。お、なんか見えてきたぞ。
神の一なんだか。お、何でしょう。鳥肌が立ちますね。私肌ないんですけど。よっ。ここにアディオもいるんだな。間違いないわ。よし、行くぞ。ちょっと皆さん。よし、アディオのとこ行くぞ。綺麗な場似てて当然なの。不思議空間はメモリアの、そしてメモリアは、それじゃリム、この塔が作り出してる空間、私は出てきたんだ。見ろ、なんか光ってるぞ。あそこに行けばいいのかな。あ、どこだここは。ど、なんだ、また箱じゃねえか。技の切れが持つ力。この
のは何だったんだ。いつもの記憶のキューブじゃないわ。浮いているキューブには近づいちゃダメ。近づく。私たちの記憶を読み取ってキューブを敵に。とにかく気をつけて進みましょう。キューブだったらリム、お前消したりできないのか。このキューブは塔が作り出したものなの。なんか方法はねえのかよ。やめとけ。やるべきことは変わらねえよ。また上の階へ移動したみたいね。先にはあのキューブはいねえみたいだな。おいおい、急に出てくるとか勘弁。何かあるわね。おっとっと。
た一つ上に来れたと思えばこっちにも敵がいやがんのか。クザーコが生きがるんじゃねえよ。何かあるの？この先は雰囲気が違う。この森見た。どうしたんだリム。思い出したの。私はずっと昔。いいさ。どう？メモリアなんでしょうか。違う、ここは現実。
にキャンプもあるぞ。見てねえとすっ転ぶぞ。骨が折れますね。骸骨だけに。よっ。
嫌な匂いがするぞ。確かに。この向こう、なんか嫌がるぜ。ここまで来たんだ。鬼が出ようが、蛇が出ようが、立ちはだかるやつは切り伏せるだけだ。砂塵の遺構にいたやつじゃね。何が出ようが関係ねえ。ああ、こい。こいつ、強えな。全力で行きますよ。交代だ。必殺キロ取り星。ウェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードフランキーアイム。ああ、気が利くじゃねえか。おう、とうとう俺を本気にさせやがって。必殺キロ取り星。待ちなさい、ぶちのめしてやるよ、フランキー。アイム
テンウソップにかかれば大した敵じゃないぜ。よし、先へ進むぞ。よし、先へ進むぞ。これは古代文字。光って浮いてやがる。行き止まりか。階段も扉も見当たらねえ。確かにそうね。手分けして調べるしかないわね。ロビンは文字の解読。ええ、もちろん。少しだけ時間をも。確か総裁殿のルフィアルバーナに向かっ。ああ、分かった。さすがロビンちゃんだ。じゃあすぐに調べに。また砂漠を越えなきゃいけないわね。それでどこに行きゃいいんだロビン。この中にあの変な文字のヒントがありそうなんだよな。そうね、ここの地下に。あ、思い出した。そういえば、うん、ええ、あそこに描かれていた。それでは皆さん行きましょうか。よっほほ。よし、よくわかんねえけど行くぞ。ジュゴンはさすがにもういねえみたいだな。はい。よ。こっちで合ってんのか。うん。このまま下に行くと谷があるんだけど、目的の場所はそこを渡ったところよ。あら、何かあるわね。石板があったわ。この部分の部分。どうしたの？どうやらこれは文字ではなく記号のようね。塔に戻って調べてみましょう。よし。
どう、ロビン。やはり記号が謎を解く。組み合わせと反復、等間隔の補助記号。これは？楽譜ね。一定幅での上げ下げ、反復と組み合わせ。確かにそうですね。ねえ、楽譜って何？音楽を記号にして書き表したものが楽譜です。楽譜がまだ残念ですが、譜面の多くの部分が消えてますね。それじゃ正しく。そうなんですよ。じゃあその楽譜の情報をメモリアで探し、そう、急いでメモリアに向かいましょう。保管。ブルック、それならすげえ。よし、そのほかほ保管庫な。落ちてねえんだな。ええ、でもここより上の階は何もかもが黒焦げになってるはずよ。だよな。この先よ。